弁護士会プレゼンツ隣の弁さん弁さんは大阪弁護士会に所属する弁護士さんでも私にとっては頼れるお隣さんさて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん この番組は任せとき弁護士の力すべての町にすべての人に大阪弁護士会がお送りします。こんばんは。M. B. S. アナウンサーの西村あ子です。先週に引き続き大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会。 消費者保護委員会所属小荻野一馬弁護士です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週は特殊詐欺ですとか、海外ロマンス詐欺についていろいろ聞いていきましたけれども。今週も引き続き、いろんなお話をよろしくお願いいたします。はい、で、そもそもですね、荻野弁さんが弁護士を目指すことになったきっかけって何だったんでしょうか。そうですね。まあ、あの。 大したきっかけも、まあ、ないんですけれども。うん、まあ、もともと私大学を出まして、はい。大学は法学部だったんですよね。はいはい、大阪大学法学部ご卒業されて。はい。一旦、あの、企業で勤務していまして。あ、どちらの企業だったんですか。富士フイルムという会社です。ええ、で、お勤めだったんですね。はい。それは、その、企業内弁護士とかではなくて、その時はまだ普通に一社員として、お勤めだった。そうですね。はい。 まあ、34年ぐらい、まあ、そこで働いて、はい、なんか働いてるうちになん,かなんとなくそのサラリーマンが向いてないんではないかとか<ー>ちょっとなんか閉塞感を感じてまして、はい、まあそんなふうにまあ悩んでる頃にちょうどあのロースクールが設立されるということになりまして、はい、しかもその当時はですねなんかロースクールに入ると8割ぐらいは弁護士になれるというふうな振り込みでしたのでそれやったらまあ法学部ですのでーまあロースクールに入って。 でまあ、違う道を歩んでみてもいいのかなというふうに思って、まあ、会社を辞めてロースクールに入ったと。 いやでもなんかこの安泰のこう会社から辞めてっていうのはなかなか勇気がいるんじゃないかなと思ったんですけれどもなんとなく、なんとでもなるなというふうなまあ楽観していたというかま,あまだ当時20代でしたのでまあもしまあ弁護士、挑戦してダメだったらま,あまたどっか別の会社で働いたらなんとかなるのかなみたいなあのまあ甘い甘い考えだったなというふうに今では思います。いいやいや でも、まあ、実際にそしてですよね、はい、でも司法試験の勉強ってやっぱり大変じゃないですかそうですね、はい、まあただ結構長時間労働してましたのでまあ働いてた時間が<ぁ>まあ勉強の時間に変わっただけかなと、はい、まあ仕事ほどのストレスもないですしまあまあなんか割と楽しく なんか勉強できたかなというふうに思います。はあ、あ、じゃあ、やっぱりもともとその法学部を選んだっていうこともありますけれども。法律が割と肌に合っていたというか、その勉強するのが好きだったということですか。そうですね。まあ、勉強はまあ、もともとそんなに嫌いではなかったですし。うんうん、まあ、あの法学部の頃は正直あんまり法律の勉強はしてなかったんですけれども。いやそんなこともないと思いますけれども。<laughs> 実際そうなんですが、はい、まあ、あのロースクールに入って。 しっかり勉強して法律割と肌に合うなというふうに感じたところもありますので、うん、まあそれで何、まあ、とかあの合格に至ったのかなと思いますへそうですか実際になってみてどうですかその弁護士の仕事っていうのはどんな印象を持たれました良、まあ、くも悪くも、まあ、全てが自己責任といいますか自分で、まあ、何でも決められる。うん、例えばあの今日のこのこ収録でもでもすね 会社員であれば会社の承諾を得て、うん、え来れるわけですけれども、うん、まあ私であればもう2つ返事で分かりますとその反面、まあ、あの自分でやったことというのは全部自分に跳ね返ってきますので大変な部分ももちろんありますけれども、まあ、今はそれがあの楽しいというふうに思っていますので、ええ、まあそういった意味では向いてるのかなというふうに思います。そうなんですか そんな荻野弁さんなんですけれども大阪弁護士会の委員会活動として民事介入暴力および弁護士業務妨害対策委員会に所属されていますけれどこれはどういった活動をされているんですかね難しそうだなと思いながらそうですね、まあ物々しい名前の委員会だと思いますけれども、はいまあ、端的に言いますと暴力団対策を専門にしている委員会です。はい、暴力団対策とと言いますと 1つは、えー、暴力団事務所を、うんえー、使用を差し止めるということが1つの大きな活動になっていまして<っ>、まあ、暴力団事務所がある地域の、まあ、住民の方からです、ね、近くに暴力団事務所があると、まあ、危険で安心して生活ができないというふうな相談を受けまして、うん、暴力団事務所として使ってはいけないというふうな裁判を起こすということが一つ、うんうん、1つ、まあ、もう1つは、えー、暴力団の被害を受けた被害者の方、うん、特殊詐欺。 の被害<っ>特殊詐欺に、まあ暴力団が絡んでいることもありますので、まあ、特殊詐欺の被害者の場合なんかもありますけれども、<っ>まあ、そういった被害者の代理人として暴力団を相手に裁判をすると、これはちょっと市民の方にとってはやっぱり安心になりますよね。はい。実際に、その、例えば暴力団事務所の使用差し止めなどに関わられたことはあるんですか？数年前の話ではありますけれども、あの大阪の南にある。 暴力団団事務所ののの使用差ししし止めの、はい、まあ弁護団の一員として関わってっいました結果はどうなったんですかあの結果としてはあの差し止めが認められましたので<ー>暴力団事務所としては使われなくなりましてで結局暴力団の側も使えない事務所を置いておいても意味がありませんので、うんうん、最近その事務所が第三者に売却されて、まあ、めでたく暴力団事務所がなくなったということになりました。へ それはじゃあその売却まではだいたいどのくらいの期間かかったんでしょうかそうですね裁判自体は実はそんなにはかかりませんで<っ>まあ半年ぐらいで終わったんですけれども、うん、まあその後、まあ、あの売れるまでが結構時間がかかりまして、まあ、これはその暴力団が誰に売るかというのをま所有者として決めるのでなかなか外部から立ち入ることができませんで、うん、まあ我々としてはもう変な人に売られないように、うん、まあウォッチするぐらいしかまあできなかったです、ね。 そうなんですかでも無事に売却されて暴力団事務所がその地域からなくなったということだったんです、はい、いやでもなかなかこう神経のすり減る大変なお仕事だなと思うんですけど、まあ、忙しい中も大野上さんご自身の時間はどうでしょうちょっと自由時間とか自分だけの時間はどういうふうにお過ごしなんでしょうかそうですねまあ、子供と遊んだりとか、うん、まあテニスをしたりとか、はいまあ、若干 時間のまあ、自由時間みたいなものはありますけれども、やっぱり若干というか、<laughs> そそんなにないですか？そうですね。あの正直あんまり時間がなくて、ええ、まあ,あの週末はまあ、家族と一緒にご飯が食べれるなぐらいの。まあ、それが息抜きみたいな。そんな感じですかね？ええ ででももまだきっとお子さんも小さん小いですよね。えー、そうなるとちょっと寂しいなって思われることもあるかもしれませんね。うんまあ、もうなんか父親がいないのがなんか基本の状態になってるのかなというふうに思います。<laughs> そんな寂しい <laughs>。<laughs> いやいや、きっとお父さん頑張って働いてくれてるなと思ってると思いますけれどもね、<laughs> 子どもさんたちもそう信じてます。そうなんですか。テニスはお好きなんですか。ずっとされてるんですか。あ、そうですね。あの大学の時からやってて、今もまあまあ細々とやってるような感じです。うん、はい。テニスのどんなところが楽しいなと思われます？うん、そうですね。うん、な何が楽しいんでしょうね。<laughs> <laughs> 何が楽しいのかあんまり考えたことがなかったですけど、まあまあでもあのね、うん、ボールを全力でしばき倒すわけですのでストレス発散にはなってるのかなと <laughs> そ,<う>それだったら、ね、ゴルフの打ちっぱなしに <laughs> でもテニスは相手がいますからそのラリーしないとその思いっきり打っちゃだめなんじゃないですかそんなことないですもちろんあのアウトしたらだめですしそうですね 今度はそのさっきの話とは違うかもしれませんが、はい、全部自己責任になるわけです。 下手くそでも,もう全部自分のせいですけど<え>まあテニスはまあペアがいたり相手がいたりし、ねはい、まあのでペアのせいとか相手が強すぎたなとかですね、はい、いろんな理由がありますけれどもそうそう確かに止まったボールを打つ場合は、はいええ、ゴルフの場合自己責任になりますからねそうか普段やっぱり自己責任の本当に多いお仕事されている分ちょっと息抜きの時はもう思いっきり楽しくやりたいっていうのが本音なのかもしれませんね。そそそそうううでですね考えたらそうかもしれません、はい、<laughs> そこ,でこう バランスを取っていらっしゃるのかもしれません。そんな荻野弁さんなんですけれども、2週にわたっていろんなお話を聞いてまいりました。けれども、あの伺いたかったのは、やっぱりこう座右の銘であるとか、日頃業務で心がけていらっしゃることってどんなことがございますか？そうですね。まあ正直そんな大それたことは考えてなくてですね。うん、ま、弁護士の仕事もまあ別にその特別な仕事だという風な意識はまあ全然ないんですけれども、周りの人たちがですね。まあ、身の回りに困ったことがあったときに。 まあすぐに頭に思い浮かんで、うん、すぐに相談できる、うん、まあそういった人でまあ、あったらいいなというふうには思ってますまさに隣の弁さんじゃないですか本当に身近な<う>ふっと思いついた時になんか相談したいなと思った時に小木の弁さんの顔が思い浮かんでほしいっていうことなんですねえ、はい、身近な存在でありたいということでいいですね <laughs> あと最後に弁護士とはどんなことだと思いますか 考えてないです <laughs> インタビューシートをねお渡ししてねはい、はい、事前になんか最後に弁護士とは何ですかっていうふうに書いてあったんですけどそれ答えなかったんですよ上野 <laughs> 弁さん。はい、だってもう弁護士もされて随分経ちますし他のお仕事もされていてきっと弁護士とはってあるんじゃないかなと思ったんですけどもこの仕事やっててよかったなと思われた瞬間ってございます まあそうですねやっぱりその被害救済の仕事はあの結構よくやっていますので、うん、まあ被害者がきちんと救済されて報われたなという瞬間はやっっててよかったなと思います、うん、そういった時ってやはりその方の表情が違ったり変化したりするのを見るんですかそうですすかそうねやっぱりその、まあ、裁判で勝てるかどうかというのも不安ですし裁判で勝った後もきちんと被害が回復されるかどうかというのも不安ですので最後の最後 まあ、例えば相手からお金が振り込まれましたよというふうな連絡をした時には、まあ、ようやくホッとしたなっていうふうな感じの顔をされるので、うんはい、その時がまあ一番良かったなっていうふうに思いますねいいお話をありがとうございます本当にちょっと身近な存在でありたいとおっしゃるそんな荻野弁さんですけど2週にわたってお話を聞きましたありがとうございました。<laughs> ありがとうございましたここでで大大阪阪弁弁護護士士会会かららのお知らせです大阪弁護士会 近畿弁護士会連合会の主催で来たれリーガル女子中高生の皆さん法律家の仕事って知りたくないを開催します法律家の仕事について今生き生きと活躍する女性法律家たちが仕事の内容や魅力についてお話しします後半では法律家が中高生の質問に直接答えます日時は 7月29日土曜日午後2時から4時関西4会場及びオンラインでの開催で7月12日までの事前申し込みが必要です詳しくは大阪弁護士会のホームページをご覧ください以上大阪弁護士会からのお知らせでした番組ではメールや街頭インタビューでベンさんのイメージ 弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしていますあなたも一票投票しませんか詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれではまた来週大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さんこの番組は任せとき弁護士の力全ての町に全ての人に大阪弁護士会がお送りしました